Oh,
ちょっと MC 挟んじゃって、あともう全曲通して最後までやりたいと思います。でですね、そうだな、今日もとりあえずなんかリハーサルとかやりまして、本番やって思ったのが、とりあえずうちは浮いてるということがですねとても判明しまして、まあね、ちょっとこういうバンドは今日はちょっと他にはいなかったもんですから、結構来てるなと自分たちで思ってますけども、このまま浮くんだったら思いっきり浮いてやろうかなと思ってます。はい。でですね、先にライブの告知をしたいと思います。で、来月なんですけれども、来月はですね12月の、18日の土曜日ですね、土曜日は、四ツ谷のサンバレーというところで、ダンスイベントをやります。はい、IC マナー企画でですね、出るバンドがちょっとねすっげー難しいバンド名だったんでよく覚えてないんですけど、一応基本にしてるのはあのヒーリングミュージック、を基本にしてまして、ちょっと沖縄っぽい感じのメロディーを取り入れた、あの踊り狂うっていうよりもすごい体が揺れてとっても気持ちいいあの音楽をやってるバンドと、うちとあとあの DJ ブース作って DJ で、ガンガン音を鳴らしながら、楽しむイベントを12月18日にサンバレーでやります。でですね、その時は一応もう12月18なんでダンスイベント&ちょっとクリスマスの雰囲気も入れたいなと思いまして、うちのこのメンバーにケイスケさんが歌うクリスマスソングを用意しようと思っています。だから年に1回だから、あまりうちのカラーにこだわらないでちょっとイケイケのクリスマスソングを今作ってますんで、でも多分歌詞の内容的にはみんな幸せだけど俺は寂しいんだよなっていう内容になると思いますんで、まあ乞うご期待してください。
で来年年明けまして1月の15日の土曜日、これもですね四谷のサンバレーというところでですね、お店のイベントがありまして、なんと普段一番隅にこう作っている舞台をど真ん中に持ってきちゃって、舞台を周りお客さんで囲んでしまいましてですね、DJ と、DJ っぽい感じの、人力テクノをやってるっていう皆さんがいまして、そのダンステクノユニットと、それであと女の子4人で、チョコレートファッシュっていう、グループがいます。その、ダンサー4人、歌いながらダンスするんですけど、その、4人とそうちとで、これまた踊れるダンスイベントをやります。DJ とダンスとうちの、テクノ風歌謡曲って感じでやりますんで、1月15日土曜日もよろしくです。でですね、あとは、今日、チラシフライヤーの中に、IC マナーのいつもの宣伝と、アンケート用紙と、あと IC マナー通信というのが挟んでありますんで、今回ちょっと特別になんか俺についての細かいことを書いていますけれども、その中にですね、今度の、ICM 通信の方は歌詞を一曲ずつ紹介するんですけども、今からやる刹那っていうバラードの歌詞を書いてあります。結構切ない曲なんですけども、お楽しみとしてはこの曲ですね、いつもうちの圭介さん歌詞通りに歌ったことがないっていうのがありまして、今回もですね、気分によっては歌詞変わりますので、皆さん歌詞を見ながら歌を聴いてどこが違ったか、IC マナーのホームページに投稿してください。ということでですね、ラスト、まずバラードから始まりますけども、その後最後まで通してやりますので楽しんでいってください。怖くて震えていた二人。
Oh.
寂れた家で見つ
ありがとう。